それでは引き続き臨時記者会見を行いたいと思います。皆さん準備はよろしいでしょうか。それでは幹事社さん、よろしくお願いいたします。幹事社の AKT 秋田テレビ、杉と申します。はよい。ろしくお願いします。まずは冒頭、知事からメッセージが終わりということで、よろしくお願いします。東京都と、首都圏でにおいては、大変感染力が強いデルタ株への置き換わり、これが進みまして、今日の情報ではほとんど、相当数がデルタ株というような情報が流れています。また、本県をはじめ、東北各地でも、そのデルタ株による感染が急速に拡大してございます。本県においても、先月、初めてこの株が確認され、今後、この株による感染拡大が懸念されてございます。県内の最近の感染状況を見ますと、県外との往来に起因すると思われる感染源が増加しており、そこから職場や家族への感染の拡大が見られております。また、中には、風邪等の症状ということで、医療機関に行かずに、それによって感染の拡大につながっているケースもたくさん、発見されてございます。今後、夏休みシーズンでありますので、旅行やレジャーなどの県外移動はの、が考えられますが、ぜひとも、県外との移動については十分に注意し、可能な限り控えていただくようにお願いします。また、お盆シーズンで県外からの帰省については避けていただきますように、家族、親戚の皆さんから適切なアドバイスをお願いします。やむを得ず県外から帰省する場合は、事前に PCR 検査を受けてほしいと思います。東京都においてかなり安い値段で、この検査が受けられますので、ぜひとも PCR 検査を受けてから来るようにしていただきたいと思います。県内においても、法事、お墓参りなど、普段会ってない方と会う機会が増えます。その際にはマスクをしっかり着用し、会食等については避けていただき、また、そういうふうな、接触について十分に注意をしていただきたいと思います。ワクチンの接種でございますが、だいぶ誤解があります。このワクチン、2回接種して感染がしないということではございません。すでに県内でも2回接種した方が感染した事例がございます。また、自分が感染しなくても、帰省等をですね、子どもさんに促して、まだ接種してない家族に移すという、そういう事例も見受けられますので、十分にこの、国民の大半がワクチン接種を終わるまでは、十分に注意をしていただきたいと思います。注意をしていただくようにお願いします。特に本県は現在まで、人口当たりの感染者数が全国で最少でございます。どちらかというと、警戒が緩みがちで、もし、これまでそういうふうな蔓延状況にはなってございませんが、今、デルタ株が入り込みますと、これが一気に蔓延する可能性がございます。十分にこの点について、今、そういうふうな、東京のような状況ではございませんが、県民の皆さんには注意するように切にお願いする次第です。特に最近は、知らず知らずに家族、職場の同僚に感染をさせてしまうという事例が見えます。いずれ本人だけではなくて、周りの人も非常にいろんな面でこの感染によって、支障をきたしますので、ぜひともこの夏、もう少しで、全数に、全世帯にワクチンが行き渡りますので、
もうこの年末まではなんとかですね、江戸の民でご不便をかけますが、できるだけこの事態をですね重く見てご協力をお願いするということでよろしくお願いしたいと思います。以上です。ありがとうございました。幹事社 AKT の杉から2問ほど、質問させていただきます。はい、まず第一なんですけれども、今オリンピック、佳境を迎えています。またこれからお盆も迎えるということで、ある意味気持ちが緩む時期が続きますけれども、佐竹知事とすれば、今全国的なこの感染拡大というのは、どういう背景要因があってこう拡大がこう止まらない状況だというふうにお考えでしょうか。やはり2年間ね自粛というでだいぶ自粛慣れ、あとはですねやっぱり一方でオリンピック、オリンピックでねオリンピックが直接感染ねあれによってこの拡大ということではなくても気が緩むとなんとなくねオリンピックによってオリンピックをやっておいて自分たちがあのだけがね自粛というのはなんとなく理不尽だと、そういう面で若い方がだいぶ反発して行動出るとそういう点もですねあるんじゃないかなというそういうふうに思います。そういった中では今回の対策も県外由来が多いから人流を抑制するお願いベースということがあると思うんですけど、これ引き続きこれ継続は必要だと思いますが、若い方が20代30代の感染者が多いのであれば、今ある程度高齢者のワクチン接種が8割いってて、各自治体で、スケジュールは組んでおりますけれども、もう飛び越して2、30代からもう秋田独自でちょっとそういうふうにワクチン接種できないかとかそういうお考えとかっていうのは何かございますでしょうか。今多いのはですね40代50代20代から50代、2、3、4ですからやはり今ですね国から来るワクチンこれがまだ9月の初めまで分かりません。その後がねなかなか分からないとですからとにかくこのワクチンなんとかですねこの想定してますんでまず今まで高齢者のねでだいぶね慣れていますんでなんとかですねワクチンをですね国が確保して送ってもらうとこれしかないんですね。だから20代というのも40代50代ここにね非常に幸せがいっているというそういうような状況じゃないかなというそういうふうに思っています。幹事社からは以上です。ありがとうございます。引き続き他各社さんからありますでしょうか。朝日新聞の高橋と申します。政府 の自宅療養を基本とするという方針について知事どういうふうに考えていらっしゃいますか。私もね非常に唐突です。説明がね後付けなんですね。だからあれは東京のようなねああいうところだから総理が言うことなくてねあれ都知事が言うことなんですよ。総理が言えばね日本中はあれだと思うんですね。だから本来はね都知事がねそれで国がそれをフォローすると、あと説明の仕方がですね、丁寧というよりもね、要するにいろんなね準備をした上でね、こういうああいうことをやっても、ある程度ね大丈夫だと、そういう、いろんなね医師会あるいは専門家あるいはねそういうふうな都道府県とのコンセンサス、これを やった上でね、ああいうふうに言えば分かりますがね、今、
盛んに、あのほら田村大臣がね一生懸命やってましたが、あの後付けなんですね、あの理屈が、それが不安なんですね。だからそこら辺がですね、非常に説明の仕方がね、もう少しちゃんとやらないとね、非常に誤解しますね、うん、知事としてはそうすると説明の仕方に問題はあるけれども、方針自体はあのやむを得ないというか、あれね、東京は例えばね、まあ、あのやむを得ない場合もあるんですね。だからまだですね、ただあの宿泊療養とかね、そこら辺がですね、どこまで突き詰めてるかね、 あそこまで行かない前にもう少しできることがねあるんじゃないかなという、そういうふうな感じはしますね、うん、方針自体もそうすると自宅療養を基本とするというふうに言い切らなくてもいいのではないかと。そうそう、あれであればね、中等症全部がねそうなってるんですね。だから一旦あの診察をしてね振り分けると、そうでないとね保健所でね振り分けできないんですよ。だからあれ医療界もね非常に反発してるんだよ、うん、だから東京都のね医師会とはねやったというけども、東京都の医師会長がねうんと言ってもね、全部のね関与の皆さんがそれに協力するかどうかね分かんないですよ。だから少しねあれ非常に、なんであんなふうにね一気にね出たかで、一方でねあのオリンピック、あそこに7000人のねあの医療関係者がいるんですね。非常に矛盾なんですよ、ほんなね。だからどういう意味か非常に私たちも解釈にねあのどうかなという、そういうふうに思っています。本件はね、あの方針ではにはまあ今そういう状況ないですから、原則入院あるいは宿泊療養です。他はいらっしゃいますか。先駆け新報の菊池と申します。あの知事もお話の中にあったように、最近 のスクリーニング検査を見ますとデルタ株の割合が非常に増えてきているかと思うんですけども、やはり県内でもデルタ株が相当こう広まっているのではないかというふうに認識されていらっしゃいますか。うん、まあ、あの今のところあの、まあ、10% までいかないけどね、ただ東京あたりは今日は始まるね、そうなればね、あれが感染力がね、7、8倍なんですね。だから非常にね、あれが、なんかの学校とかね、ああいうところに行くと一気に行くんですよ。だから、非常にね、これからそっちの方にね、相当注意がね、必要かなと、そういうふうに思います。他県ではこうデルタ株が入ってきて、こう一気にこう広まってしまった県っていうのもあるかと思うんですけども、うん、現在のこうレベル3にしている県のこの、警戒レベルっていうのをこう上げるというような対応は考えていらっしゃいますか。うん、これ今のところはね、まだそこまで言ってませんが、まあ、今、急激にね、拡大中の鳥取県、ね、一気に、ね、30人とかね、ああいうふうなね、状況になるような、まあ、兆候があれば、これはですね、そういうふうなアップ、レベル、これもね、考えざるを得ないと。ですから、今のところですね、まだデータ株、拡大までね行かないで抑えてるんですよ。ですからこのあとどうなるか、これが一番ね、まあ、心配ですね、うん、感染状況を見て兆候があれば早めにこうレベルを上げるというような考えもあるというような、わ、うんうん、かりました、ありがとうございます。河北新報の池田と申します。ちょっと質問かぶってしまうんですけれど、先ほど資料の1の中で、7月から8月で秋田市が 81% の、まあ、感染者を占めているということで、まあ、レベルアップに関しては、まあ、早めに上げることも、まあ、検討し、その鳥取のような状況になれば検討しているというような話もあったかと思うんですけれど、また秋田市だけ上げるとかそういったことも検討しているということでよろしいですかね。まあ、それも含めてなんですけど、はい、秋田市ね、今ほら
飲食店、これがね、非常に少ないんですよ、今。あの飲食店絡みがね、少なくて、逆に言えば一般のね、家庭ね、こっちの方が、まあ、散発的にこう、多いと。まあそういうことで、今のところね、まあ秋田市の方も、少し、まあ、なんとかね、まあ、下げ止まりという状況ですので、今のところ、まだそこまで行ってません。わかりました。ありがとうございます。そろそろ時間のようなので、もしいらっしゃれば、あとお一人ということにしたいと思うんですけども、いかがでしょうか。先生、時事通信社の越田氏と申します。はい。全国的に感染者が急増している中で、まあ、最初の質問でもありましたが、まあ、自宅療養なども、まあ、今後もしかしたら想定されるかもしれない中で、何かその、まあ、今現在秋田県は感染者少ない状況ですけれども、例えばその東北県内で何かその感染者をですね、県外搬送で受け入れたりとか、そういったことは何か想定されていますでしょうか。今ですね、まあ、県域をね越えて、そこの余裕はね、まあ、医療機関同士でね、やっぱり医療機関でもね、そういうふうな感じはね、雰囲気が出てこないですね。だから、災害と違ってね、そこまでね、今でもね、秋田でもね、相当深くかかってるんですよ。だから、これをですね、どっかの県がね、非常に多いから、少ないところ行っても、そこがね、いつね、パッといくか分からない。だから、そうね、簡単に引き受けるのはね、ないんじゃないかな。まあ、人員のね、まあ、確保、まあ、派遣というのはね、あり得るかもしれないけどね。ありがとうございます。ありがとうございました。以上をもちまして、知事会見を締めたいと思います。はい、知事、ありがとうございました。